21世紀夢のコンドラ旅、今日は尺八で一緒にボランティアをしている遠藤さんと高橋さんをお迎えしました。よろしくお願いします。はい。遠藤さんは剣道をやってらっしゃるようですけども、はいはい、剣道は始めてどれくらいになるんですか？ああ、もうね、30年、40年近くなりますかね。おお、すごい。はい、尺八も趣味のようですけど、尺八よりも長いのが剣道ですね。そうですね、尺八はもう60の定年がなってから始めましたからね。剣道の方はちょうど息子と娘がやってたもんで、それで道場に送り迎えする間にね、道場の先生からね、お父さんどうですか、ちょっとやってみませんかって言われて、それがきっかけでもってね、シナリオを振ってる間に、そうだな、これもなかなか面白いじゃないかなってことで始めたのが、大体中年の近くなってからだったんですけどね。それから始めてずっとやっているわけなんですけども、もう今度はね、剣道やってる間に先生がこの居合をやってる大先生だったもんだからね、遠藤さん居合の方にもどうですかって言われたもんだからね、じゃあ居合をね、だんだん剣道だと体が動かなくなってくるから、居合の方が少し楽かなと思ったもんで、居合も始めまして、居合はね、78から始めましてね。で、居合もやってたの。居合もやってるね。すごいな。まあ、だん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 もう体が衰えてきたもんだから、できなくなってきましたけどもね。はい。で、高橋さんは、定年から、初夏地始めてるんですけど、はい、ゴルフとかテニスもやっているようですけど、テニスは60から始めましたから。はい、ゴルフは、25からやってますね。25、はい、あ、テニスは長いんですね。テニスは着圧と同じ、ね、同じ年齢ですね。まあゴルフはみんなが内緒でやってたから、最初の頃はね、なるほど、隠れながらやってた。銀行うるさかったんですか？うるさかった。なるほどね。まあ、店長と副店長はやるぐらいでね、相当かけてやってました。だから専門家に習ってないから上達しないですよね。素人我流だから、今になってみていろいろ映像があるから、それ見てね、少しは、あ、これはダメ、こういう力しなきゃダメ、プロには負けるなというのはね。じゃあこれからまた成長するんじゃないの？いや、長生きしようと思うとね、ダメだね、肉体が弱っちゃって3人とも80代なんだけども、はい、まあボランティアをこのコロナで今はやってないけども、かなりの期間やってますよね。そうですね。それで浦和は何箇所、遠藤さん、浦和何箇所やりましたっけ？浦和、そうだね、数えたら6個くらい、浦和だけでもやってるんじゃないかね。6箇所ね。あとね、東京の方にも来てやってましたもんですからね。だから結構、月に場合によっては2回くらいずつのボランティア活動をやっていた状況だと思いますよ。ね、それで練習もありましたもんね。練習もやりましたしね、はい。で、高橋さんも私も一緒に浦和も行ってましたから。そうだね、来てもらいましたね。それと、はい、あと東京が4箇所ですけども定着してずっとやってるのは2箇所ですけど、4箇所行ったところは全部で4箇所だから5箇所あるはずなんですよ ね、やりましたね。で、毎月のようにやってるのが2箇所ぐらい東京、あるわけじゃないですか。で、ボランティアでどういうことをやってましたか、ご紹介ください、遠藤さん。まあそうですね、私の場合には、まあ、皆さんとやってるのは尺八だけだったんですけどもね、私が今住んでるのは浦和の方なんですけどもね、あちらの方でお三味先生の先生方とも一緒に、それからお琴の先生方とも一緒にね、ボランティアでもってやっておりましたですからね、結構喜ばれてたんじゃないかと思いますね。特にお琴なんてのはなかなか聞く機会もないでしょうからね、ホームに行きましてすぐ目の前で待ってお琴演奏をやるっていうことで、結構皆さんに喜ばれてたんじゃないのかなっていう感じがいたしましたけどもね。
あとお三味線もね、私は物付けでもってお三味線も先生のところに行ってる間にやりましょうかってことになって少しやりまして10人ばかりお三味線もやったんですけどもね、今はもうなかなかできなくなりましたけども、お三味線の先生と尺八を2、3人にいまして、それから歌い手さんもその方もあのレコードを出してるくらいの一応純あの本物なんですけどもね、その方と一緒になってもってやりましたですね、うん、だから老人ホームばかりじゃなくて老人会の方からもね、あの来てくれないかって言われて、2、3箇所回ったこともありましたですね、はい、とにかく彼は多趣味なんですよ下手な横付きってやつでね、絵も描けば文章も書いて何か乗っかったこともあるし、ね、あの三味もやれば琴もやる居合もやれば剣道もやるね、そして数え切れないぐらいの、それで何かまだ始めアコーディオンもやったな、うん、それから何が何だかさっぱりか、どのくらいの、あの技術があるか分かりませんけれども、ね、とにかく多趣味ですね、もう子供も作りましたからね、本も多読でしてね、そのすごい量の本読むんですよ。んでそのいろいろと、まあ、メールにもその本の読んだいろいろなところがポンポンポンと出てくるんですよね。だからそれはまた記憶力いいなと思ってびっくりしてるんですけども、今の社会情勢や国際問題とかそういうことも触れて出てくるし、文学の世界も出てきたりするんですね。で、はい、高橋さんは歴史の話になるともう止まりがないぐらい喋るんです。そんなことはない、うん、たまたまね、本人はそんなことがないって言ってますけど、遠藤さんが止めるぐらいなんですよね。うん、だからそれぐらい歴史についてはね、いろいろ本も読んでるからね、詳しいんですよ。だからなんか出てくるとそこからポンと歴史の話に内容が変わっていくんですよね。でもこう趣味は多いけども、尺八のボランティアでどうですか、あの今まで感じてること。尺八で一番記憶を鮮明に覚えてるのは、まあ期待されてるほど腕上がらないなと思ったのね一番記憶を覚えてるのは、大宮駅から20分か30分タクシー乗ってったのを覚えて、で迎える側はね、みんな渋滞の人ばっかりですね、みんな車椅子で40台ずらっと並んでて、そこ行く時にああこんなに体が悪い人がいるから、みんな期待して待ってるけど、ああ自分ではないなというのは正直な気持ちだったね。それからあのボランティアってやって、あのコロナになってから目標がなくなったからね、ああいう下手でもね、やっぱり1回2回練習することによって腕が少し上がるんかなと思う記憶がありますね。ありますけど、それがなくなってから自分でやる気なくなってたんですね、うん、そうか、まあ目標があると、下手でも目標があればそこを少し上がらなきゃなんないから、今日から目標ができたから、うん、そうですね、3人ね、うん、2人の目標ができた、私はお手伝いなんですからね。やっぱり目標を発表する場がないとね、うん、日々の練習分も1時間やるのが30分、10分になっちゃうわけですね。だからね、80代初舞台ですし、その遠藤さんも舞台に上がることを望んでおりましたから、いい機会がないかなと私も狙ってたんですけど、ちょうどこういう機会がありましたのでお願いしましたね。うん、だからもう、いい機会だし、なんせ我々舞台に乗ることってないじゃないですか。初舞台が最後になるかと思って、うん、いや、最後になるかどうかわかんないけども、また来年もやりましょう、今年やって、うん、よかった、ね、うん、そういう心構えがあると寿命も伸びるかもしんねえじゃん。何か発表する場がないとね、うん、そうそう、やっぱ甲子園でいう選手はね、甲子園がなくなった2年3年間、うん、ああだから泣きながら言う人見て分かるような気がしたけどね、ただそんな野球じゃないわけですね、あれ目標なんだ、熱くと思いましたね。できれば私はね、尾瀬に一緒に連れて行きたいんですよ。尾瀬は私もね、うん、この人はまだ足ちょっと鍛えてもらってほんで私は尾瀬の神殿大使ですしね、この我がふるさとが将来発展することを願っておりますしね。そうだね、ですから、まあ最初はどうしても歩けなかったら温泉入って
沼を見て帰ってくるんでもいいし。遠藤さん、尾瀬は経験ある、うん、ない、うん、尾瀬で2回ばかり行ってるね。じゃあ3回行かなだ。奥さんと行った。いや、兄奥じゃないけども違う女性と行ったのね。まあ、だけどあのその前の女性と、うん、まあ奥さんの前じゃあんまり言わなくていいけど、うん、80過ぎの人は尾瀬行けるからね。あれ、ゆっくり歩けば大丈夫と思う。60の時に橋のおっちゃんがいたんだよ、うん、これで橋大丈夫かなと思ったら大丈夫だったもんね、うん、いやチャンスがあるからね、行かなきゃダメと思う、ね、うん、俺もゆっくり歩いたことはゆっくり歩いたけどこの今月じゃねえ、先月3つ山登ってたよ。ああそう、あだたら山もね結構高いでしょ、うん、2時間も俺ぐらい歩いてられカカッと怒っちゃえ。その八甲田さん、岩木さん、これは東北ではまあ有名な山ですからね。よく歩いたね、うん、だからね、ゆっくり歩けば歩けるし、もうその舞台も目標、尾瀬も目標にしましょう。そうしましょうね、ええ、うん、そうして人生を謳歌する、これが生きるっていう目標だし、この生きるファッションですからね、私たちは息をするのも生きるのもね、頑張ってというよりも有効に楽しくエンジョイしましょう。はいはい、うん、もう60、70年前に比べたら今の時代は電車が発達してるからね、行きやすいわけですよね、うん、だからどこでも行けますよ、うん、で疲れたら温泉に入ればいいんだから、そう、温泉がありすぎるから私は行かないんかなと思ってるんだけど ね、 あ、日本の文化ですからね、温泉を楽しみ、うん、あの景色を楽しみ、そうそしてその水もきれいなところに行くと、川もきれいじゃないですか、まあ、確かに海もきれいなんだけども、うん、そういうその秋は紅葉、春は桜、まあこういうものを追いながら自然を見て楽しむのも人生です。そして舞台に上がるのも人生ですよね。こういうその我々も生きることに積極的に、うん、どうですか。そうだね、そうしますね、うん、この間テレビのね、脳科学者って人言ってましたよ。皆さんね、認知症を予防には2つがあればいいんですって、うん、何かって言ったらね、1つは毎日何か変化を求めなさいって、うん、そうそう、毎日に変化を求めなさいってね、うん、朝起きたら何か変化をさせなさい。夜は刺身と決まってないんだからね、うん、毎日同じようじゃダメだ変化。それからもう一つはね、お肉を食べなさいって言ってましたよ。最近は年寄りは肉を食べるって言うんだよね。栄養つけだから、うん、確かにあのね、あの南さんなんかもそうだよね、うん、ピロッと2キロくらい食べてたって。それからあの寂聴さんもこの間亡くなった、うん、あの方もお肉が大好きだったらしいんですよ、うん、そして沖縄はなぜ長生きしてるのが多いかっていうと、やっぱりなんとかあの黒豚とかなんか ね、 あそうね、お肉を食べる方って言われてるらしいですよ。脳科学者が言ってるんだから間違いないでしょう、うん、三浦も肉食べるんだよ ね、うん、いっぱいお肉を食べる、うん、今日帰りにビビンバ食べましょう、うん、まあ肉も魚も食べて、食べるのも楽しみ、そうだ、ね、見るのも行くのも歩くのも全て楽しむ、これが人生最高の生き方じゃないかい。わかりました、ね、うん、と思うよ。そうだ、ね、なかなかくたばりもさ、来年あれ、うん、私たち年取って誰から見ても年だと思うけども、うん、まだどこまであるかわかんないけど、私らの生きてる間楽しむ、これが大事だと思うよ。うん、そういうことですね、うん、はいはい、うん、今日はありがとうございます。あと何か言いたいことあったらあったら言ってて。いやいや、うん、まだいくら言うことある言いたいことあるよね、ね、うん、後で言いたいって言って、でもここで言うことは大事だからね。あったら言って。今遠くに行くった、近くに行くったってね、よく関係良くなったんだよ。50年前、60年前から比べどのくらい良くなかったかってことを理解しなきゃダメだ。だから外、年寄りは外に出なきゃダメだよね。そうだね、あ、本当ね、だから疲れたら休憩すればいいんだから、そういう場所もあるんだからね。じゃあこの続きはまた後で話すとして、わかりました、とりあえずここで切りますけども、はい、はい、21世紀夢のゴンドラ旅、今日は2人をお迎えしましたけど、どうもありがとうございました。ありがとうございました、はい、好きなこと言う。
片品村住民の将来と、それから観光客が来て楽しめる場所になると思います。もう一つの夢は完璧な人生をですね、豊かにする最高の住宅ではないでしょうかね。星野さんがステージを終わられてやってらっしゃいました。私はこの2つの夢が実現することを期待して、そして今宣伝させていただきます。片品村のあの宣伝をしていただきまして、原田大二郎ということでございます。どうもおめでとうございます。おめでとうございます。